様、こんにちは。ただいま紹介ありました私、熊本県行政書士会の会長をしております井ノ口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。また本日は休日の日中ということでご案内をさせていただきましたけれども、皆様方はここに足を運んでいただきましたことに誠にありがとうございます。御礼申し上げます。さて、私たち毎年今頃こういう市民公開講座を開催させていただいておりますけれども、実は2月22日が行政書士の、記念日ということになっております。で、なんで2月22日かと申しますと、行政書士法が制定されたということに端を発するんですけれども、これが、2月22日にゃんにゃんにゃんということで、今日お手元にお配りしているかと思いますけれども、猫のマスコット、この、見ていただきますと、雪政と申します。で、雪政は行政の行と、それから、行政の政ですね、これを雪政と呼びまして、私たちはこれを雪政君と称して、会のマスコットにさせていただいているところです。で、毎年この2月22日にこういった、公開講座を開催させていただいているところでございます。行政書士は何を仕事としているんだろうと思われている方も、まだまだたくさんいらっしゃるようですけれども、大きく分けますと2つございます。1つは、役場とか、それから市役所、そういったところに手続きをする、行政に提出する書類の作成を私たちが、代理で請け負って、そして、それに対して報酬を得ることができるというのが行政書士でございます。そしてもう一つが、事実証明、権利義務の書類作成ということがございますけれども、今日これからお話ありますけれども、相続の手続きだとか、それから任意後見、こちらのサポートをさせていただくという大きな仕事をさせていただいているところでございます。実は私はこういう仕事をしておりますけれども、つい、先日、1ヶ月にも経たないんですけれども、おば夫婦に子供がおりませんで、その、直接のおばは私の父の妹なんですが、その配偶者にあたる、義理の叔父が亡くなりました。で、子供がいないというところで、私もいろいろと面倒を見るとまではいかなかったんですけれども、施設の手続きとかそういうのをやっていたんですけれども、先月、亡くなりまして、もうこの後の手続きが、自分が行政書士っていう思い上がりもあったかもしれませんけれども、本当にさまざまな手続きがあるということを身をもって知りました。で、それと同時に、やはり本人が元気なうちにいろいろと話を聞いておかなければならなかったこと、そしてもうこれってやっぱり専門の人に頼んどかないといけない、私は行政書士ではありますけれども、こちらの分野についてもっと自分自身も勉強しておく必要があったということを実感として感じました。で、今日これから交渉人の先生、上田先生の方から、任意後見というふうなことでお話はあるかと思いますが、これは最近この言葉をよく聞かれると思います。ただ認知症になってしまってからはこの手続きはできません。自身の判断能力がしっかりあるところに、これから先自分の財産とかをどういうふうに人に任せていくかとか、いろんな手続きをどういうふうにお願いするかとかいう、この自分の意思でもってやっておくこと、これができるうち、もう本当にこのうちにいろんな手続きを済ませておくことの大切さ、実感したばかりでございます。ここにおいでいただいている皆様方は、ご自身のことをしっかりこれから考えていこうと思っていらっしゃると思いますので、今日のお話が少しでもお役に立てばと思っております。
本日は第1部、第2部に分かれて、後半は村上美香さんのお話もございますけれども、どうぞこの今日 の午後からのひとときが皆様方のこれからの生活に役立つことになりますことをしっかりと願っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございます。それでは第1部講演に